これは想像でしかないんですけれども、大谷さんが水原一平さんのギャンブルでの借金を肩代わりすることに同意をしていた彼にお金を渡すとまた使い込んでしまうということで自分の口座から支払った可能性もあるだろうなと。そうなるとこれ、大谷さんが違法な業者に対してお金を渡したということになるので、何らかの法律に触れる可能性は結構ある。大谷さんの代理人からするとこれはやばいということで、お金を横領されて勝手にあいつが支払ったんだみたいな形にせざるを得なかったと思います。水原一平さんのお話がコロコロ変わってるのはそういったところも関係してるのかな。これもしかしたら選手生命の危機になってしまう可能性も出てきている。そういう人を身内に起用してしまったということの脇の甘さもあると思います。まあなかなか気づかないもんだし安心してしまうもんだとは思いますけれども、今後は注意してほしいなと思います。最悪の場合、突入されてしまう可能性はゼロではないということだけは申しておきます。